川崎宿川崎宿は、東海道53時の2番目の宿場である、武蔵区に吉次郡川崎寮に置かれた。東海道の成立時点では正式な宿場となっていなかったが、品川宿神奈川宿間が往復十里と長く、天馬の負担が重かったために、1623年に設置された。設置後には天馬を務める農民の負担ばかりでなく、 トイ場が破産に追い込まれるなどの窮状に陥り、1632年には宿役人が幕府へ川崎塾の廃止を訴える事態となった。幕府はトイ場などへの支援を行ったものの、廃止の願いが受け入れられることはなく、さらには天馬の負担引き上げ、地震や富士山の噴火などで財政は困窮を極めた。そんな中でトギ名主、 本人の当主を一心に兼ねた田中急具は幕府に働きかけを行い、六号の私の権益を川崎塾のものとしたほか、さらに救済金を取り付けるなど、川崎塾再建のために大きな役割を果たした。川崎塾維持の負担に苦しめられたのは、宿の住民だけでなく、近隣の農民も助ケとして負担を強いられていた。 1694年の制度発足当時は先に、招集されるテイスケ号8村と、テイスケ号でも不足な場合の大助郷号30村というように分かれていたが、東海道の交通量増加で、定ダス号村の負担が課題となった結果、1725年には、テイスケ号、ダイ号の区分を廃止し、後にはさらに遠方の16村に、カスケ号が命ぜられている。 スケゴ負担の見返りに出る手当は、微々たるものであり、またその間は、農作業にもかかれず、さらには、川崎塾特有の問題として玉川が川止めになれば何日も拘束されてしまうなど負担は重く、スケゴの免除願いが出されたり、出勤簿だけ書いて逃走したりと、負担回避のための行動が行われた。延長年間以降には勤労する例も現れたが、支払う金銭は高額であり、 依然として、ジョウソ村は、苦しむこととなった。川崎塾は、砂久根崎、新宿、小トロの四町からなっており、本陣は、田中本陣、佐藤本陣、総米本陣があったが、総米本陣は、江戸後期には廃業していた。ただ、度重なる災害や、各藩の財政窮乏もあって幕末には、本陣も衰微しており、1857年には、 タウンゼント・ハリスが田中本人に泊まる予定であったものの、後輩のため万年屋へ移るということが起こっている。この万年屋は、東海道から川崎大師への分岐点にあったという地の利もあって、流盛を誇り、1877年には、数ズ宮ミ内オヤも泊まるなど、本人を追理させるとまで言われた繁栄を誇っていたが、1882年には、第一景品の工事のため、 姿を消した。旗子は72件あり、そのうち良い森城を置いていた、飯売り旗子が新宿に集中して33件、置いていない平旗子が39件であった。旗子1件あたり良い森城は2人までということとなってはいたが、実態としてはほとんど守られておらず、また取り締まりが必要なほど、服装もカビになっていっていた。こうした事情もあり、平旗子と、 メッシューリハタゴの間にはしばしば紛争が起きたという。メッシューリハタゴは、明治に入っても、貸子座敷と称して、同様の営業を続けていたが、後に、南町へ移された。JR 東海道本線、南部線、京浜東北線、川崎駅または、京急本線、京急大支線、京急川崎駅品川崎塾、川崎塾神奈川塾。ありがとうございます。